ポーランド・リトアニア共和国内のポーツク県の一県省、ポーツク県、ポロスカス県はリトアニア対抗国、後にポーランド・リトアニア共和国の県である。県の行政中心地はポーツクに置かれた。本校の地名はポーランド語を用いている。各言語に基づく表記は注釈の関連地名対応表を参照されたし、ポーツク県は東をビテプスク県、 南を、ミンスク県、西オビルの県と接していた。北の県境は、帝政ロシアとの戦争によって、しばしば引き直された。ポーツク県は1504年に、ポロツク公国を廃して設置された。その後1569年のルブリン合同によって、ポーランドリトアニア共和国の県となった。リトアニア領の他の県とは異なり、ポーツク県内には、軍が設置されなかった。 県からは二人の議員が国会に派遣された。17世紀半ばの人口は185,632人であり、内農民は23,204人であった。1772年の第一次、ポーランド分割によって、県とポーツクを含む県域の一部が、帝政ロシアに割上された。県とはレペルへ、その後百七十六年に、ユートザックス。 1791年にゾスニーキーへと動かされた。1793年の第二次、ポーランド分割によって、県全域が定性ロシア領となった。なお、定性ロシアでは、ポーツクを行政中心地とするポロツク県が設置されている。1、ィーン AB、18、12、2001、11、560、 ありがとうございます。